ロビンフッドの大冒険は、アレキサンドル・デュマの作品を原作とした、日本のテレビアニメである。n h k 衛星第2テレビジョンで1990年7月29日から1991年6月30日、および1992年10月12日から、同年10月28日に放送された。 アレキサンドル・ディマの小説にロビンフトの冒険があり、これが原作となっている。1990年から NHK 衛星第二テレビジョンのサンデーアニメ劇場の枠で18時30分から19時の時間帯で全39話と総集編6本が放送された。同日の18時から放送のカラステングカブトと共に NHK 衛星テレビ初の オリジナルアニメシリーズ作品である。もともとは日本国外市場に向けて輸出することを目的に制作された作品で未放映となった第40話から第52話の1クール文は1992年に帯番組の衛星アニメ劇場の枠で18時30分から1話から再放送された際に放送された。 地上波では1999年10月から2000年11月にかけて関西テレビで字幕付きで放送された。余談だが関西テレビでの字幕版は聴覚障害者でも楽しめるようセリフだけでなく効果音にも字幕を挿入するなど一例の漫画を思わせるスタイルになっている。字幕版の制作はビデオメック。12世紀のイングランドッチンガム州は領主。 アルウィン男爵の圧勢によって支配されていた。ハンティングドン家は、その男爵に反抗したことから、館を焼き打ちに遭い、ロバート・ハンティングドンと、その男たちは、王領、シャーウッドの森に逃げ込んだ。ロビンは、父の形見である弓を武器に、男爵に立ち向かうことを決意する。ロビンフットの冒険小学館、国際版少年少女児童文学全集10、アニメに第4のメディア n h k 衛星放送に新作シリーズが登場。アニメージュ1990年8月号。ピアニッシモ44から45。柿沼秀樹編集。構成。辰野子プロダクション 30th Anniversary Film Book。バンダイ。1993年。P77。ありがとうございます。